真流出。目を見て謝る。50代医師は、コメントに値しない。8月にダブル不倫疑惑が報じられた女優の斉藤由貴、50、と、50代医師とのキス写真が、5日発売の写真誌、フラッシュに掲載された。先月の会見で不倫疑惑を否定した斉藤だが、それを覆すような衝撃的なツーショットだ。この報道を受け、所属事務所は、4日、斉藤本人も深く反省し、苦しんでおります。と、文書でコメント。斉藤が不倫を事実上認めた形となった。写真についても、今回は、2年前の写真が流出したということで認識しておりますが、驚きとともに非常に残念に思っております。と説明。真偽や流出経路などを確認したが、斉藤の記憶が曖昧なために詳細な回答を得られていないという。斉藤は、主人とはいかなる状況でも、子供たちのために離婚は、避けるべきという観点を含めて話しております。と、コメントしており、夫婦関係の修復を図っている様子。今後は、私と、共に人生を生きて、私を心配してくださる一人一人に、目を見て謝り、話をしていくつもりです。と、信頼回復に努める。事務所も、改めて今後の女優活動に責任と、自覚を持ってもらうよう、指導してまいります。とした。一方、50代医師はスポニチ本誌の取材に、コメントに値しない。と、否定した。Thank you.